セットポジション。マットの横に膝を立てた状態で座り、足首、内くるぶしより少し上でリングを挟みます。リングを挟んだまま、マットの中心部へ向かって転がり、うつ伏せの状態になりましょう。リングの先は床に軽くつけておき、両手を重ねておでこを乗せます。おへそを引き込む力で、恥骨をマットにつけて、腰を反らないよう骨盤をやや後傾方向へ、腹部を使い続けます。まずはヒップエクステンションを行います。ゆっくりとかかとを引き、両膝を曲げていきます。骨盤と腰椎を最初のポジションでキープできる範囲で膝を曲げたら、ゆっくりと戻し、リングの先を床へつけます。これを数回繰り返し、股関節の前側のストレッチを行います。次にフロッグです。さらに膝を曲げた状態で床から浮かせ、曲げたままの状態でゆっくりと下ろします。この時にも恥骨をマットに当てて、骨盤と腰椎、体幹部全体を安定させたまま、できる範囲で両膝を浮かせ、下ろす時にもそれを維持して繰り返しましょう。効果、股関節屈曲筋群のストレッチと伸展筋群の強化、ヒップアップ、体幹部の安定性の強化。ポイント、ヒップエクステンションのヒップとは股関節のことです。腹筋や臀筋をしっかり使いながら、股関節、太ももの前側のストレッチを行っていきましょう。お腹が抜けてしまうと腰を反ってしまうので、しっかりとおへそを引き込んで行ってください。曲げ伸ばしが左右ともにバランスよく行えるよう調整していきましょう。フロッグとはカエルのことです。両膝を曲げたままカエルの足のような動きになりますが、この時にも左右均等に足首や膝を曲げ続けられるか、また床から浮かせる高さも左右ともにバランスよく浮かせられるかが大切になります。腰を反らず、お尻とお腹をしっかりと効かせて行ってください。回数はヒップエクステンション、フロッグともにそれぞれ5回から8回です。エクササイズがうまくできているかは次回スタジオにお越しの際にスタッフと一緒に確認しましょう。